じゃあお願いします。3、2、1。おみなさまこんにちは、市長高島です。1周年経ちました。もうすごく嬉しいです。そして本当に最も大切な仲間が今日ここに集まって一緒にこの1周年を祝うことができること、本当に嬉しく思います。この1周年というのが、このグロスネクスト、そして福岡市のスタートアップはどういう形で今ステージを上げているのかというところも簡単に振り返ってみたいというふうに思います。まず福岡市がスタートアップのステージを上げていった、その奇跡なんですけれども、スタートアップゼロ、これはちょうど2012年の9月、その時に今日もいらっしゃいます小笠原さんですとか太蔵さん、そしてテックシティのトニーヒューズなどと一緒に明星和楽の場においてスタートアップ都市福岡宣言をしたんですね。それはどうしてかというと、私個人的にもこの福岡が住みやすいというのはもう昔から言われていた。でも住みやすいけれども、それがイコールビジネスのメリットにつながっていなかったわけですね。シアトルに行った時に、あの首都ではないあのシアトルになぜマイクロソフト、アマゾン、コストコ、スターバックス、ね、シアトルベストとか、こういうようなそのグローバル企業が本社を置いて、そしてグローバル展開できているのか、あの福岡の半分の人口のシアトルになぜできているのか、シアトルを調べたらまさに福岡市と強みは全く一緒だったんですね。優秀な大学がたくさんあって、そしてシーズがオープンになっていて、そして海があって、リバブルなその海と山がすぐ近くにあってっていうね、で働くところと住むところっていう、この非常にリバブルな環境はまさにこれ福岡市のこと言ってるんじゃないかぐらい思ったわけです。でこうした思いと、またこれまで福岡のコミュニティを耕してくださったそのメンバーの皆さんと一緒にこの場でスタートアップとして福岡宣言を行ったんです。これがスタートアップゼロ、12年の9月でした。そして福岡市がスタートアップ 1.0 にバージョンアップする大きなきっかけがありました。スタートアップのトップを取ったということです。通常のビジネスであれば、これは行政というのは邪魔をしないのが一番の応援なわけですね。民間の皆さんの邪魔をしないことが一番の応援になるわけです。ただスタートアップは違います。なぜならスタートアップはこれはこれまでになかった価値、これまでになかったテクノロジーによって、これまでなかった商品やサービス、ビジネスモデルというものを世に出していくというものです。ですから当然これまであった法とか規制が想定をしていなかった、そこを超える発想を持ち出してくるのがこれスタートアップなわけですね。ですからそこをどういうふうに扱うのか、行政として国としてどう扱うのかというのが、これがじゃあその新しいテクノロジーを、新しいビジネスモデルを社会で実装してみようというふうにならなければ、これは全く生まれることがないわけです。ピッチコンテストのためだけのものになってしまうわけですね。それで行政とスタートアップでコラボレーションしよう、特に政令市としての規制緩和だけじゃなくて国としての規制緩和まで取ることができる、これがスタートアップ 1.0 にバージョンアップすることができたスタートアップ特区を取ったことです。それによって、スタートアップのビザですとか、スタートアップの法人減税とか、あらゆるその規制の緩和、電波法の緩和とかですね、こういうようなことができるようになったわけです。さらにはまた、スタートアップカフェがオープンしたのもまさにこのスタートアップ 1.0 の時代でした。そしてちょうど1年前、さらに福岡市がステージを上げていくネクストに向かって、バージョンアップしたきっかけがあったんです。それがここ福岡グロスネクストができたということなんです。これまで市内に点在していた福岡市のインキュベート施設を一箇所にコンセントレーター集約をして、そして化学反応が生まれやすい環境を作ったわけですね。しかも大事なポイントは市のど真ん中ということです。偏僻な場所の空いている場所じゃないです。ど真ん中ってところが一つ大事なわけですね。ここにただたくさんの人が同時に入居するだけではない、1階を見てみるとスタートアップカフェもある、ハニーコーヒーもある、そしてアワーバーもあって、ファボラボもある、こういうみんなが混じり合える機能、ファシリティというものがもうこの建物全体としてあるわけですね。そしてこうしたイベントスペースで連日イベントが開催される、これが福岡市がスタートアップ 2.0 にバージョンアップしていくきっかけになったんです。そしてあれから1年ということなんですね。ちょうど1年前、
今日と同じこのメンバーで、記念撮影をした時の写真です。大事な私にとって今一番の誇りはこの皆さんです。この皆さんと一緒に力を合わせることでこの福岡市で最も古い小学校から最も新しい福岡の未来を作り出していく、これまでになかった新しい価値やビジネスをここから生み出して時代を変えていく、これまでの福岡の七社会経済素晴らしかった、それを超える経済をさらにここから生み出していくんだ、そういうような気概を持って私たちは新しいビジネスにチャレンジをここからまさにしているわけです。これまでグロスネクストでイベントの開催件数で見てもですね、この1年間527回ということ、これ3月末時点でこういった数字でした。ちなみに、他にもですね、これはスタートアップカフェのイベント開催も352回、雇用労働相談センターでのセミナーの開催というのも合わせますとこれ891回ということで、本当に常にこの中ではたくさんのセミナーが行われ、イベントが行われ、そして人と人が混じり合っているということなんですね。スタートアップカフェも相談件数が2000件を超えたということで、やはりこの場所に移ってきてですね、さらに 最大値をまあ更新したということになっているわけです。たくさんの企業、170社以上の企業がここに入居していますし、また福岡を訪れた皆さんがわざわざこのアワバーに来て、こういったスタートアップの皆さんとの会話を楽しんだり、今の福岡の事情を聞いたり、またこうやって皆さんが一箇所に集まるということによって、これまで地方といえばお金が集まりにくいというのも一つ大きなネックだったわけですけれども、見える化された。今結構日本ってお金余ってるわけですね。どこに投資をすればいいかというようなものも見える化をされた。これはいわゆる地方における弱点の一つが、この一箇所に集まることによって見える化されることによって一つの解消になったわけですね。こうして結果資金調達も予想というか、最初の目標を大きく上回る形で、19社37億円以上の資金がここに集まってくるというような大きな成果も出ています。また実際もうこれちょうどリーボーさんがここ卒業するときにみんなでアワーバーで、追い出し会をしたわけですけれども、いい意味でね、要するにここはインキュベート施設なわけですね。のんびりぼやっとしている場所じゃないわけです。成功も失敗もできずにのんびりいる場所ではない。いかに早くやりたいことを思いっきりチャレンジをして、失敗したと思ったら撤退早くすればいい、また新しいチャレンジをすればいい、そしてうまくいって、リーボさんのようにですけれども、雇用が増えてもうこの中では入りきれないということで、見事また別の場所で自分たちのオフィスを構えることになった。こういう循環というものが、福岡の中でもこの1年間の中でもこのグロスネクストで起きているということなんですね。仲間がいい形で育っていくというのはとても嬉しいことだし、失敗したら失敗したでこの仲間がまた新しいチャレンジでうまくいっているということが見える。また失敗してもまた別のところの力になっていくというエコシステムというものが、まさにこれ日本でこれまでなかなかないというものがですね、この福岡で生まれつつあるということなんですね。そのエコシステムを作る上で最も適切な規模な都市でも福岡はあるというふうに思います。たくさんのメディアにもご掲載いただきました。本当に、福岡が企業の聖地になったわけですね、いろんなタイトルで非常に大きく特集もしていただきますし、また国内外からもたくさんの方が視察に訪れています。自治体の数だけで言ってもとんでもない数になりますし、これはもう国内外問わず来ています。そして皆さん視察に来た方が聞きます。うちの町にもこういうものが欲しいと、ここを視察をして写真を撮って帰って、そしてうちの町にもじゃああそこの空きビルを使ってこういうふうにしよう、こういうふうに思うわけですね。できませんか。残念。写真には写らないものがあるってことを知ってほしいわけですね。要するに福岡がなんで今これだけスタートアップをいいムーブメントを起こすことができているのかというと、これはあくまでも推測でありますけれども、そもそもスタートアップゼロ
の時代あったと思うんですが、実はゼロからスタートしたわけではないんです。それまでの間、民間が中心となってこのスタートアップのコミュニティ作りを一生懸命長い時間かけてしてきたんですね。それは橋本さんであり、村順であり、八重部であり、みんなそういう皆さんが一生懸命これまでスタートアップのこのコミュニティというのを一生懸命作ってきた。そういう上に行政としても今なんといっても福岡のど真ん中はスタートアップだ、これを明確にした上でフルサポートでサポートしていこう、それから特区を取って、そしていろんな規制緩和、福岡市ができること、国にお願いしなきゃできないことも含めて完全なる応援しようというスタートアップに完全に舵を切ったシフトに持っていった。それはどうしてかというと危機感からですよ。これ福岡はね、今税収もね、過去最大毎年更新しているとか、なんとかも1位になった入り込み観光客数だとかで、ね、クルーズ船も横浜の1位とか、全部1位1位だけど、ね、こんなことでもうのんびりしてる場合じゃないんですね。もう周辺の国々見てくださいよ、行ったら分かると思います。行った方はみんなこの危機感を共有できるというふうに思います。日本はこんなんでぼやっとする場合じゃないんです。どんどんイノベーションを実装して、新しい欲しくなるサービスやビジネスや商品を作って、ガンガン伸びてるんですよね。あの成長がなくて成熟とかで言ってる場合じゃないんです。本当雑穀になっちゃいますよ、うちは。そんなこと絶対させてたまるから、人が少なくなったって労働生産を上げて、みんなが欲しくなるサービスを作るってことで、もう一回経済をしっかり立て直していくっていう未来を作ることができるのはスタートアップだという確信があるから、こういったチャレンジをしているわけですね。そういう思いで、まあ、行政もしているし、そして福岡にはこういうベースがあったと。民間とそして行政が、これは単なるダサい意味での官民連携、責任はよくわからない、ね、両方の悪いところを取ったものができたわけではなくて、高い次元で私は連携できていると思っている。それが福岡がこういったグロスネクストがうまくいって、またスタートアップというところが今非常に力強く回り出している、理由ではないかというふうに思うわけです。今日、後ほど大変ご尽力をいただいた中心メンバーの皆さんに、ご挨拶をこれから、いただきます。あのそれぞれの皆さん本当にのおかげでこの今日があるし、スタートアップの今があるし、私が最も誇りに思うメンバーが今日いらっしゃるメンバーです。そしてこのグロスネクストでたくさんの化学反応が生まれてきた、新しい価値が生まれてきた、これを支えているのが、それがこのグロスネクストのチームのメンバーなんですね。あのいろんな会社から集まってきていただいている場合に、あのいまいちダメな人が集まっているってこともあるんですね、場合によっちゃうちの中じゃどうかなっていう人をもう出して、人数だけうち3人出しましたとかね、全然違うんです。めちゃくちゃ優秀な人たちは集まっていて、それで本当にスタートアップっていうところに可能性を感じてチャレンジしてくれてるみんながいてくれて、このうしいね、こういうね、いや本当にこういうチームができてもうめっちゃ誇りなんです。みんなが、ね、ありがとう、嬉しい、うん、まあ、そういうことで、あのね、本当にこういう皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。今の福岡がこうやって全国の皆さんにもご注目をいただいて、そしてこれね、福岡だけじゃないですよ、日本の希望なんですよ。新しい価値を生んで、ね、新しい、ね、これから未来を作っていくっていうのはスタートアップだって確信があるから、それをね、支えてくれるメンバーは私はめちゃくちゃ嬉しいんです。同志です。こういう皆さんにも感謝の本当に気持ちを込めて挨拶とさせていただきます。これからさらにグロスネクストは皆さんと共に成長していきたいというふうに思います。ここで止まっていては、とは言ってもここで止まっていたって間違いなく、今ある強み、今ある優位性なんて簡単に抜かれちゃいますから、チャレンジを止めないことが大事と思います。こうしたメンバーと一緒にこれからもどんどんチャレンジして、俺たちの未来は自分たちの手で作っていきましょうね。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。